ピヨ先生、こんにちは。今回は食後の眠気と頭痛にお悩みの方が体験談を投稿してくれましたよ。食後の眠気と頭痛、一度頭痛になると一旦横にならないと収まりません。頭痛は血の気が引くような感覚も伴い、場所は問いません。食後の眠気は予定が多かった翌日になりやすいです。とのことです。食べると眠くなるそうですね。食べたものが体の中に入ってくると、消化や吸収をするために、お腹には気や血液が集まってきて、お腹の活動は盛んになります。しかし、処理すべきものがお腹に集中するため、全体的な気の量が足りていないと、脳の働きを調整する神経へと送られる気血の配分量が減って、神経の活動を正常に保つことができなくなるので眠くなります。この方の場合、食べると胃がもたれる、雨の日は体調が悪い、BMI の様子から体の中には余分な水分が充満していて、そこへ飲食によって物が入ってきて負担となり、神経を活動させるための気が届かなくなっていそうです。頭痛にもなるそうですね。舌に歯の跡があり、ふらつきやめまいが多い。舌の裏の静脈は細いけどよく見えることから、気血を巡らせる力は不足気味のようです。また使える感じがする。体のあちこちが痛むなど、気の巡りも滞りがちなため、気は伸びやかに広がることができていないようです。力が弱く気が滞りがちなため、気は体の中心部にこもってしまい、体の上部へと必要な血が持ち上げられないために、血の気が引くような感じの頭痛になるのかと思います。そして持ち上げられないため、体を横にして持ち上げる必要のない状態になることで、頭へ血が届くようになると頭痛が収まるのかと思います。さらに予定が多かった翌日に食後の眠気になりやすいとのことですので、予定が多かった翌日で疲労が蓄積しているため、気の不足の影響が出るためかと思います。ではこの方におすすめの自然療法を教えてください。喉が渇いて水を飲みたいにチェックがあります。 BMI の様子や舌本体の厚さ、舌ごけの厚さからは、体には動きの悪い水分が停滞しているため、飲み方には工夫が必要かと思います。水が多すぎて循環しないお風呂にさらに水を足すような状態になりますので、もし飲みすぎかもと心当たりがありましたら、熱中症の季節以外においては喉の渇きを感じてから少しずつ飲むのをお試しください。今回は貴重な体験談のシェアをしていただきましてありがとうございました。少しでも症状が改善することを願っております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。